あ、おはようございます。みチャンネルです。おとといですかね、横山たかしひろしのね、たかしさんが亡くなったというね、ちょっとこう悲しい情報ですよ。ね、わしじゃわしじゃ、すまんのとかねありましたよね。大金持ちのお坊ちゃんじゃとか、ね、そういうあの、まあ、自分が金持ちだというね、まあ、そういう、まあ、ホラーネタですよね。それがまあすごく面白かったですね。キャラクターが面白かったですね。なんかね、相手方のあれ、ひろしさんかな。ひろしさんはあれ、やはり春安子恵子の、恵子の方と結婚したんだと思うんですけどね。あの春安子恵子っていうのもね、僕は子供の頃ずいぶん人気あったんですよね。まあ、ちょっとこう少し可愛い感じがねしましてね、まあ漫才師としてはですよ。でまあそうですね、ピンクレディとかだとね、こうあの雰囲気ですよね、イメージが。はい、まあ、背がすらっと高くて2人ともね、綺麗な感じのお姉ちゃんが出てきて、でまた面白かったからすごい売れたんですよね。だから高橋さんじゃなくて広志さんの方と結婚した。でちょっと調べてみたらね、安子の方ね、ちょっと背がもっと高くて、あの綺麗な方とですね、高橋さんがなんか結納まで行ったというわけわからない情報も本当に本当か嘘か書いてましたけどもね。まあ本当にあのお笑いさんがね、やっぱりね、波乱万丈な人が多いですね。まあそのやっぱりこう健康状態もね、ちょっとまあ70歳ということなんだけども、まあ世間の70歳よりはちょっとやっぱりね、やっぱ体を痛められてる感じがしてね、まあいろいろ不摂生もあったのかなというふうなことを、まあ、運もあるんですけども、まあ、いろいろね、やっぱ売れっ子ですから、やっぱいろんなお酒とかね、いろんな誘惑も多いしですね、まあ、モテますからね、やっぱりその女性関係もいろいろ乱れたりとか、いろいろあったとは思うんで、まあでも、まあでもしかしまあね、やっぱりそのそういうお笑いさんの人生って見てて、やっぱり僕は嫌いじゃないんでね、まあ、横山やすしほどひどくなると、ちょっとさすがにちょっとどうかなと、周り迷惑かけるとあれなんだけど、まあしかし、あの、相方のね、たかしさんがすごくこう泣いてるのを見たらね、やっぱりあれは本当に本当の涙だなとね、思いましたね。そうですね。まあだから、ね、あの、本当ですよ。そう、本当に、だから、あの昔売れていた芸人さんが、ね、亡くなっていったりね、よくテレビで見た人がかな、ね、いなくなるのは悲しいなという、まあ、そういう話なんですけどね。本当にあのご冥福をお祈りいたします。すまんのー。